認知症予防チャンネルの吉安です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、栄養豊富な大豆に発酵を加えた納豆はスーパーフードだというお話をしていきたいと思います。まず納豆ですね、皆さん食べたことがあるかと思うんですけども、この納豆に含まれるナット菌にはですね、免疫細胞ですね、我々の免疫細胞の一つであるナチュラルキラー細胞というものがあるんですが、これをまあ活性化してくれる役目があります。例えばまあ自然の中ですね、山とか森林とか入った場合にもこのナチュラルキラー細胞は活性化されるわけなんですけども、まあ食事ですね、納豆を食べることで、まあ、これがまあ活性化されると言われております。そしてですね、我々のこの血の巡りを良くしてくれまして、その結果ですね、脳梗塞や認知症の予防にも効果があると言われております。さらにこの納豆にはですね、ビタミン B2 とかビタミン E などですね、さまざまなビタミンが豊富に入っておりまして、さらにですね、この納豆のネバネバがまあ水溶性の食物繊維になるんですけども、この食物繊維とその他ですね、ネバネバ食品、長芋とかメカブとか同様のネバネバ系の食品と混ぜ合わせることで相乗効果というものが生まれまして、まあ健康に良い効果が出てくると言われております。しかしですね、まあこの良い食べ物なんですけども、逆に取りすぎる食べ何でもそうなんですけど、バランスが大事になってきます。で、食べすぎると、逆に体に悪い影響を及ぼしていく可能性もございます。まあ、例えばですね、納豆に含まれているセレンという成分であったり、プルン体といった成分ですね、こういったものが、まあ、取りすぎると、あとだいぶイソブラボンですね、胃腸障害とか痛風とかといった症状が出る可能性があります。まあ、例えばまあ納豆ですね、1日1から2パック程度を食べるぐらいであったらまあ問題ないんですけども、他にですね、セレンとかプリン体の含んだ食品をまあどれだけ食べてるかにもよるんですけども、まあ1日1個食べれば良いではないかと思っております。で、こういったいい食物になりますので、いいものは食べ、ただ食べ過ぎに注意していく感じでいってみましょう。そしてこの納豆に含まれている大豆イソフラボンなんですけども、特に妊婦の方は過剰に摂取しすぎると胎児に悪影響が出る場合がありますので、やはり食べる場合はまあ1日1個までにしておいた方がまあ無難だとは思います。あとですね、納豆によくタレがついてると思うんですけども、タレはですね、いろんな添加物が含まれておりますので、そういうタレはですね、使わずに、一番よくいいと言われるのが酢ですね。納豆と酢の相性が結構良いと言われておりまして、私の場合は、玄米黒酢をかけて食べております。またですね、大豆ペプチドという成分が納豆に入っておりまして、そのペプチドですね、これがまあ疲労回復効果を持っていると言われています。大豆ペプチドとはですね、納豆菌によりタンパク質が分解されて作られる成分になっておりまして、まずはタンパク質よりも腸における吸収が早いと言われておりまして、成長ホルモンの分泌も活性化されるとのことです。そしてですね、大豆ペプチドには脂肪のなんと燃焼効果があるんですね。で、大豆ペプチドには基礎代謝量を上げる効果がありまして、適度な量を摂取しますとタンパク、
運動していない時の脂肪の燃焼量も増加していきます。食事からですね、摂取したタンパク質はですね、まあ、肉とか魚とかもそうなんですけども、吸収するにはそのままではまあ大きすぎるんですよね。そのままではまあ吸収できないので、まあ胃や腸で、まあ消化分解されていくわけなんですけども、まあ、それがまあペプチドに分解されて、その先はまあアミノ酸という形の小さい分子まで分解されていきます。そして吸収できる大きさまで小さくなりますと、ようやく我々の腸から吸収されていくという形になります。ではですね、タンパク質はまあどうやって消化吸収されるのかと言いますと、まだタンパク質自体は、まあ、アミノ酸という言葉は聞いたことがあると思うんですけども、このアミノ酸の玉が、まあ、ネックレス状ですね、たくさんくっついたものがタンパク質になります。そしてこの食べ物がですね、まあ、唾液であったり胃の中に入って強い胃酸によって、まずまあ分解されていきます。そして、まあ、胃の中で、まあ、胃の中は酸性状態になりますので、まあ、その最もよく働く消化酵素、ペプシンの作用を受け、細かく分解されていきます。次にですね、胃を出ますと、まあ、小腸という形になるんですけれども、小腸はさらに分解しますと、十二指腸、あと空腸、開腸という3つに分かれていきます。まず一番上からいきますと、十二指腸という形になるんですけども、胃から出て十二指腸へ入り、まあ、ここからまあ膵臓と胆臓からですね、膵液、胆液というものが混ざり合って分解されていく形になります。そしてこの膵液はですね、重曹というものを含みまして、胃酸で酸性化された食物をまあ中和してくれるというわけです。トリプシン、キモトリプシン、ペプチターゼ類などの中性化で働くタンパク質分解酵素というものを含んでおりまして、消化液中最も強力と言われております。そして十二指腸を通った食物は開腸というところへ進み、アミノ酸やアミノ酸がいくつかつながったペプチドという形ですね、タンパク質から分解されていきます。そして開腸の次に、まあ、空腸という部分にあたるんですけども、そこに着く頃にはほとんどがアミノ酸レベルにまで、小さく分解されていっております。小腸上皮粘膜から吸収されまして、血液によって肝臓へ送られ、まあ、そこの肝臓ではですね、約2000種類の酵素が瞬時に500種もの化学反応を起こしまして、肝細胞1個につき1分間になんと60から100万個のタンパク質を生産してくれます。そしてアミノ酸はここで新しい我々の体の一部となるタンパク質を作り、活躍してくれるというわけですね。これがまあざっとまず化したイメージになります。まあ、まずは食べて、噛み砕いて唾液と混ざって分解されまして、胃に入ります。で、胃酸で分解されて、で次に、まあ、十二指腸、小腸ですね、小腸に入っていきまして、まあ、膵液がまあ分解してくれます。で、そこからまあ開腸、空腸というところへ、達していきまして、徐々に分解されて、これアミノ酸というレベルまで分解されていくわけです。そしてペプチドとアミノ酸のレベルまで分解されたら、小腸から分解、吸収できるというわけですね。次に大豆ペプチドの効果についてお話ししていきます。まず、まあ効果としましては、筋肉増強効果があります。
アミノ酸をいくつかつながった形でスムーズに体内に吸収できる大豆ペプチドは、スポーツなどで傷ついた筋肉を素早くリカバリーしてくれます。ロコモティブシンドローム、運動器の障害により要介護になるリスクの高い状態なんですけども、こういった主要因の一つである骨格筋の減少、まあ、サルコペニアというんですけども、そういったものの予防にもつながります。そしてですね、もちろんタンパク質を取ったら運動しないと筋肉はつきません。ゆえに、まあ、この筋力向上プログラム、筋トレですねと大豆ペプチドを、まあ、摂取することで、まあ、トレーニング効果が増強されると、研究の報告が、まあ、示唆されております。まあ、これは、まあ、大豆に限らずお肉ですね、牛肉豚肉を食べた時も同様な作用があります。次にダイエット効果。体重の増減は摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まってきます。一般人はですね、まあ、太陽とか呼吸などの生命維持に必要な基礎代謝が最も多くなっています。またこの基礎代謝につきましては16歳なんと低いですね。16歳の頃を、まあ、ピークに、その後年齢とともに減少していきます。そしてこの基礎代謝の約4割は筋肉により消費されますので、筋肉量を増やすことがカロリー消費を増加させる、つまりダイエットに効果的だと言われております。ゆえにですね、まあ、納豆を食べて筋トレしましょうということになります。筋肉増強の効果がある大豆ペプチドを摂ることはダイエットにも効果をもたらすと考えられております。またですね、低エネルギー食に大豆ペプチドを加えますと基礎代謝を増加させるという研究結果も出ています。3つ目、美容効果。紫外線によるお肌のダメージは、まあ、女性にとっては手痛いものになるんですけども、このマウスを使った試験がありまして、大豆ペプチドを与えたマウスに紫外線を照射する実験があったんですけども、皮膚の状態を観察したところ、表皮水分量と皮膚の弾力性ですね、これは、まあ、コラーゲンペプチドにも劣らない、まあ、改善効果が見られましたといういい報告になっております。4つ目、ブレインフーズ。大豆ペプチドはですね、脳機能にもですね、効果を発揮する可能性があると言われております。まあ、物忘れの症状がある、まあ、50から70代の方を対象に行った試験がありまして、大豆ペプチドを摂取したグループは摂取していないグループに比べ記憶力の改善に効果があったと確認されました。この結果は認知症の予防効果を期待されるものと、まあ、期待されるものでありますね。うん、いい効果ですね。またですね、若者への大豆ペプチド摂取試験におきましては、記憶機能や集中力に対する改善効果が見られましたと言われております。まあ、あとはですね、まあ、掲載論文とか、まあ、関連サイトを紹介させていくんですけども、これまたですね、コメント欄に貼っておきますので、もしまあ時間あれば、また読んでいくようにしておいてください。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方は、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは、さようなら。